来たぞ。今日も頑張るぞ。もう本当に島に上陸するのは楽になった。これですごいやろこれ。ああ、もうあんなのすごいのを作ったのに。まあこの島はもういいかな。あれが欲しい。こういう大きい魚グリルできるもの、なんか大きい魚まだ焼けてないから、これこういう大きいやつ、サーモンとナマズ、ここじゃ作れない。おお、肉できた、できとった。それプラス、そしてそれを作るためにこういうレンガをドライブロックにしなくちゃいけない。でそうするために島に行って潜って砂とかその土、多分砂と土を頑張って拾って、あ落ちた落ちた。サメが怖い。砂と土を拾えて行った方がいい。でその上になんか昨日のコメントに、なんだっけ、そう、これも作りたい。これ金属溶かすやつで、ドライブロック6個、板特技。結構集めないとダメよね。島に行かんとダメ。これも作りたいし、その上に、ていうか、バケツとコンテナの使い方まだ分からんけど、俺。シンプルながら非常に便利です。っていうバケツ、まだやり方分からん。鳥の巣も一応作っておこうと思ってる。あと何？あ、それだ。サメの餌。作っとけば、なんかコメントに書いてあったんだけど、遠く投げて、ここ潜ればサメが寄ってこない。しばらく寄ってこないということみたいんで、サメの餌も作るんだけど、今日もう遅くなったからもう寝たいんだけど、ちょっとだけご飯食べてから寝よう。で朝から魚釣り、イエイ。これサメの餌が作れます。とりあえずみんな、ここにサメの餌一応あります。でそれとできるだけ荷物整理したんだけど、プラスチック、ヤシの葉っぱ、またプラスチックロープ、でこっちは板、こっちは雑用、こっちは種、こっちは花、こっちはまた種と花もうなんか種と花別に俺は個人的にはいらんと思うんだけど、でここは大事な、これからドライブロックとか土とかあります。じゃあ出発しようか。このもので何か作れないのかな、何かないのかな。っていうか正しい方向へそっと動かしてくれます。スクラップが必要やな。あるか。とりあえず旗作ってみようか。多分ずっと前から作るべきだったかもしれない。お、方向変えてくれるか。名越ししてスムーズに回します。R を名越ししてスムーズに回します。おお、あっちの方向、そうか、島見えたらこれで方向変えられる。まあとりあえずいらんけど、ただ流れていくだけだから。もう本当にこのネットがあって、もう俺の人生は変わった。よっしゃ、またラフト見えたで、ラフト見えたで。じゃあこれをそっと
あっちの方向に動いてくれるかな。あ、アンカーない、アンカーない。まあちょっと遠くなったけど、こうやって橋作ればもうちょいかな。すごいだろう、すごいだろう。で乗ったら沈むからね。お、またレシピが手に入ったか。全部拾えた？拾えたかな。バイバイ人の家。じゃあ上に行って、なんかブドウのなんかできるかな。おお、来たで。でも調整したらベーシックな弓できるし、あれのボトル水をたくさん入れることができます。いいじゃん弓。あと金属のインゴット作れば鍋作れる。おお、このレシピ両方鍋が必要だな。じゃあ次の島早く来ないかな。あ、ペットボトル、ペットボトル作りたかった。おお、プラスチックとブドウのベトベトないよ、ベトベト。でもコンテナ作れるか。まあ今日のところはもう寝ましょう。ラフトがすごいことになってる。全部島とかに上陸できるために作られてる。みんな、おい、なんか何も集められないなと思ったら、アンカー外してなかった。島だぞ、お前あっち行け。島、島だ、島が来たで。こっちの方向に合ってるかな。うん、こっちの方向に近くまで行ったらこれを下ろす。イエーイ島、やった。やったでしたね、あ、皆さん。えい、でこれを、あ、投げて、お、島に来ました。うん、この辺はあんま何もないね。もっと上行けるかな。お、いける。チーカまた作れるかな。お、もうどこまでもういけるやん。お、ブドウのベトベトが手に入った。ペットボトル作れるやん。お、ガラス、ガラス、透明なガラスです。お、なんかめっちゃいいのが作れそう。よっしゃ、もうマンゴー食べようかな、祝いとして。炎を作れる、作れる、作れる。お、弓と槍がもう作れる。あの島の上の方探検したんだけど、これから潜っていろいろ取りたいと思います。でそのために遠くに餌を投げなくちゃいけない、サメの餌。あ、でもフックも作りたいと。ほとんど一緒ですがよ、よりいいものです、より素早く丈夫です、遠くまで投げることができます。おお、これ作りたいけどスクラップが足りてない。よし、こうやって多分こっちにサメの餌投げて、えいえいえい、こっちに潜っていくとサメが来なくなるかな。なんか深く行くとなんかある、なんかある。何これ、どう、すごい、こんな深くまで潜れるんだ。やばいや、酸素、酸素。あー、だから装備、装備のあれがあるんだ、もっと潜れるための。おお、こんな深いんだ、海、海って深いんですね。あー、すごいすごい。
もっとあるんや。あ、サメだった、サメだった。やっぱサメだった。やばいやばい、逃げないと。あ、危ない危ない。よし、またサメの餌遠く投げて、えい、よし、仕事に入るぞ。来た。で、俺まだそこまで深く潜れんから、この辺にしとこうか、この島。でも出る前にちょっとサメの餌たくさん作らないと。これ調査すればいいよね。調査調査。なんだっけ、これ調査できない。こっちはできない。ガラスは、えい、何これ何これ。アドバンス戦争機、一堂にいくつかのカップの水をきれいにできます。めっちゃいいや。まず前作りたかったペットボトル、あ、まだ作れんか。グラス4枚、グラス作れる、色だけ。あ、あれ、これがあれば作れるかな。これ何が必要？板、釘、釘はある。ドライブロック、6個。で、板。板はたくさんある。これで、あれが使える、レンガ。濡れたレンガ。おー、たくさん作って、ここ置いとくよね。無人ラフト。行くぞ。あー、完璧。完璧。おー。よし。行くぞ。よし。沈んでいくからね、登ったら。拾ったな。お、完璧じゃん。バイバイ。よし、次。これ。これが作りたかったやんで。これとスクラップ。スクラップ十分ある。作った作った。これで何かできるもん。金属や砂。溶かします。砂溶かしてグラス、グラスが作れるの。どこにしよう、どこにしよう。ここでいいかな。おお、とりあえず板を置いて、で、何か、おお、溶かせる溶かせる。お、これも調査できる。足ひれ。水の中で速度を上げます。おー、すごい。いいな。おー、すごい。で、これで調査して。おお、あ、これ超宇宙外作れるんだ。あ、超宇宙外、超宇宙外って言うんだ。金属の板です。曲げることができます。おお、ネジも作れる。しゃべる。毛もサクサクとカットできる。カットする。あ、なんかサメが来てる。マジかよ、もう本当に。ネットランチャー。
動物を狙って、え、動物出てくるの、アドバンスグレード、これを欲しかった、もうめちゃくちゃこれが欲しかった、もう一番最初からめっちゃでかいサーモン釣って料理できてないの。アンカー、コテアンカー、イカダを停泊させます。鍋、おお、めっちゃ手に入った。あとペットボトル作らないと。よし、大きいグリル作りたい俺。おお、すごい、めっちゃ手に入った。あ、もっといい槍も作りたい。まずグリル、ロープと金属のインゴット、よし、これで大きなグリル作ります。えいへい、きた、もうバーベキューじゃん。ここにしたいよね。これでサーモンを焼ける。やった、これでめっちゃお腹いっぱいになるでしょう。そしてこれの銅のインゴット、これも調査できるかな。お、おお、キーサーキットボード、一般の電子機器に使われてます。バッテリー、おお、違う、ペットボトル作らなくちゃあかんな。え、これを溶かしてベタベタなものできる？これで溶かすのかな？おお、これ溶かするんだ。そうなんや。じゃあもっと拾えばよかった。そんなもんいらんかと思った。おお、ベタベタなものができて、その上に砂溶かせばガラスができるんじゃない？おお、いいぞ、ガラスできた。おお、ほんとだ、ガラスできたやん。透明なガラスです。で、ガラス手に入れば、あれ作れるやん。なんだっけあれって、なんだっけ、水のやつ、これ違う、これあと4枚作れば水のでかいやつできる。水の大きいやつ、えい、作りました。来たで、お、すごい、ここに置いとこうか。おお、すごい、これペットボトルが必要やな。弓矢でやればいいのかな、これ。早く早く早く、おお、おお、すごい、生の旗も手に入った、肉入った、鶏肉、美味しそう美味しそう。こっちも取りできてる。ちょっとクワド悪い人なんですけど、みんなちょっと許してほしい、許してほしい。え、逃げんな、あれ、島だ、見えた、本当だ。
お、これだ。シーウィード。これ。これだ。おお、たくさんある。よかったよかった。こっちもあるね。サメ切ってないかな。あ、エス食ってる、サメ。いい子にしてるよな、サメ。後ろからの攻撃は嫌でしょう。ん？バカサメ。はい。あ？ほら。よし。いろいろ手に入った。まあみんな夜になってきたし、今日はこの辺にしとこうと思ってる。島、あんま。いいものなかったけど、この島でも次は絶対多分たくさん手に入ると思います。今日はこんな感じで、じゃあね。